はい、じゃあ今日は原宿のハッピーワンさんの前に来ています。久しぶりだね。ということで原宿です。なんでかというと、この前七色チューブさんと一緒にコラボした時にパパの SD カードを忘れて帰ってきちゃいました。はい、パパって感じね。もう何やってんのって感じ。そしたらね、七色さんがなんとハッピーワンさんのお店のどこかにSD カードをこんなちっちゃいやつ隠したという連絡が来たので今日は2人に探してもらおうと思います。はい、まあね、七色さんちゃんとね保管しててくれて、はい、で昨日ねたまたま七色さんがあの原宿にねピノの撮影で来てたみたい でうちもね昨日じゃなくて今日だったから、はい、それを話したらじゃあ明日探してみてくださいってこうねやっぱ YouTuber らしい発想をねしてくれて探すことになりました。はい、はい、じゃあ早速探す。はい、じゃあ探しましょう。お、いきなりメガネ登場。メガネさん、じゃあ今日は探偵、ね、今日は探偵ですね。探偵モードです。待って、これ暑いな。暑いね。見つけたらピコ、見つけたら、じゃあリミちゃんがピコ係ね。見つけたらこれだけする。うん、はい、じゃあちょっと探しに行きますか。はい、行きましょう。じゃあ探しに行こう。はい、探してください、はい、どこだろう。広いからね、こんなにあるからね。パパは知ってんの？パパ知ってるよ。パパは知ってる。どうかな。かわいい、かわいくない？かわいい。SD カードちっちゃいから。うん、 SD カードが見たい。上に曲げる。細かいものがいっぱいあるからね。どこにあるかな。ヒントどうする？まだ？まだいらない。パパがこちら辺でさっき分かった。ノーヒントで分かったらすごい。貼ってあるんだよ。どこ？ここ上。ここ貼ってないでしょ、さすがに。見て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 、ここにさすごい。この辺に曲げてるじゃない？この辺に曲げてる。すごい。あー、これ裏？これは分かりづらいでしょ、さすがに。分かる？何それ？ありがとうございますって書いてある。春に限定ということではどうでしょうか？ない。これここで書いてたの？ここに入って。それ何が入ってる？それじゃない？おぉ、あ、入ってきた。ちょっとうまく、あのリンが早すぎて、ね、うまいとこ取れませんでした。ママも知らなかったからさ。なんでわかったの？なんとなくいじった。これこれに入ってました。すごい、意味すごすぎ。すごすぎる。よくわかったね。すごいね、すごいじゃん。3分かかんない。3分かかんないぐらいで、すごいね。すごいじゃん。わかると思わなかったから。じゃあピコピコできなかったけど、うん、じゃあ今やる。見つけた、ピコピコ。ピコ一回で終わりかい。はい、じゃあ今回見つかっちゃった。見つかっちゃいました。リミちゃんがまんまと見つけました。はい、はい、じゃあこれでね、無事にね SD カード持って帰れますね。やった、よかった。じゃあ次回は七色チューブさんのものを何か隠します。はい、ハチュちゃんが探すことになりますね。はい、じゃあね、ハッピーワンさん、すごいね、いっぱいいろんなものが増えててね。偶然わかった。これかわいいね。これかわいい。新作だね。かわいい。これいいね。夏っぽい。ピンクのグラデーションがいいの。今年だな。あ、グラデーションなんだ。すごい。これいいね。じゃあこれをかけて最後エンディング撮ろうよ。うん。はい、続けてね。無事 SD カードをゲットできたので、今日は良かったと思います。リミちゃんすごかったね。早かったね。
通開けないからね。リピのね、うん、あのよくね、分解する、そうね、何でも興味があるっていうことが今回のね、すぐ見つかるあれで勝因につながりました、はいはい、そうです。あ、なんか可愛いメガネに変わってますが、可愛いですこれ。あら可愛いね、この縁なしいいね、夏らしくて。縁なし、何縁なし、うん、この周りのメガネのさ、こういう縁がないってこと、うん、周りの全部色こういうのもね、こういうのもね、うん、みんなハッピーワンさんにあるので、これ新作だそうです。そうなんです、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。四方が一目見ただけでこれかわいいって なりました。買いましたね。はい、はい、リミちゃんも青買いました。いいじゃん、かわいい、ほらグラデーション、うん、いい、うん、今までなかったもんね、こういうの ね。はい、じゃあぜひ皆さんもね、ハッピーワンさんね、はい、来てみて、来てください。かわいいのまだありますね、いっぱいありますのでね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあね、まさかこんなに早く見つかるとは思いませんでしたが、はい、原宿で SD カードを探せの旅終了になりました。ただね、忘れちゃったんだ。それもね、パパ覚えてないんだよ。パパはね、忘れ物が多いんですよね。そう、寝ちゃったから私も多いの。ね、我が家はいつもあれがない、これがないで、てんやわんやしてます。そうなんです。全部ママに聞かれます。はい、じゃあね、せっかく原宿に来たので、とぼとぼ歩いて、とぼ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 、なんでとぼとぼ。じゃあ元気よく歩いていきましょう。いや、はい、暑いね、今日蒸し暑いね。暑いんですよ、今回。もう梅雨明けしたからね。そうね。はい、じゃあレッツゴー。あ、ごめん。バイバイ、また見てね。ガリガリ君の赤っぽ扇風機。へえ、かわいい。めっちゃ色の扇風機があるね。お、すごい。宝石スライミーだって。すごい。かわいい。めっちゃいっぱいあるね。ソフトクリームとかさ。スライム。メタリックスライム。プルプルスライム。プルプル石鹸を作ろうとか。へえ、すごい。うん。これさ、絶対さ、あれ作れんじゃん。うん、スライム。何作れるの。え、トイレでするやつ。あー、うん。うん、そうじゃない。確かに。実は好きなんでしょ、うんこ。実は最近ハマってるの。そうなの、実は好きなの。あんなに毛嫌いしてたのに。うんち、トイレ。興奮もりもりだよ。そう、さっきね、しーちゃんもね、ちょうど話してたんだよね。うんの。で、これ喋るんだよ。そうそう。こんにちは。僕の名前は、リミだよ。今日生まれたんだ。ねえ、ねえ、ちょっと恥ずかしくないの。興奮もりもりだよ。ついに一気に暑くなったね。開く？パパのやり方、うん、パパそんな風にやってんの？布で巻くとね、洋服あんまりやるとさ、洋服伸びちゃう。わかんない、みんなもうパワーが疲れてきちゃったね、今日ね。今日実はもうね、体力あ、そうね、うん、はい、体力マッサージつくといいけどね、これからね。ママそれ？うん、珍しい、うん。もしかしてママとリミ入れ替わっちゃった。入れ替わっちゃった。リミがこうやで、ママがこれ、うん、入れ替わった。入れ替わっちゃった。さあ、これから本格的に暑い夏が来ますね、うん、原宿も暑くて大変かもね、これからね。ね、あ、もうちゃんと扇風機持ってきたんじゃん、うん、用意がよろしいことで。いいでしょ、うん、扇風機リミ持ってない。うん、リミ、お家にあるでしょ。ある、うん、今度から持ってこないとね。もう暑くて暑くて。でもこれいつ切れるかわかんないよ、ね、あ、充電充電式なんだ。ほら、本当だ、いつ切れるか。今日は
買えたりも。ダンス用のズボン。サルエル。ああサルエルね。何サルエル。なんかダボーってなってるやつ。うん、ディミがよく入ってたの、うん、ディミなんかクールになったね、それかけてるとね。もうちょっとで駐車場だから頑張って。グミペア3時のおやつだ。